こんにちは、ノクです。アラフィフなんちゃって億万長者合宿第15話ということで撮っていきたいと思います。アラフィフなんちゃって億万長者合宿とは何ぞやということなんですけれども、アラフィフの人が発信できる、アラフィフ好きの人が発信できる、アラフィフのために動画を作る、アラフィフ好きのための方に向けて動画を作るということで、ぶっちゃけ誰でも発信できるんですけれども、お互いのアカウントで発信してもいい、著作権フリーということでやっております。ですね、第14話の方で久保さんが作っていただいた動画で憧れというフレーズが出ていたと思うのですけれども、私も憧れということで作っていきたいかと思います。憧れと言ってもですね、それぞれまあアラフィフになると、まあ50年近く生きているといろいろ、小学校の時に憧れていたもの、中学校の時に憧れていたもの、高校の時に憧れていたもの、大人になってから憧れていたもの、まあ歴史があるのでね、それなりに大人になってからも、まあ20歳から大人になるとすると、もう30年経ってるわけですから、いろいろありますけれども、まあアラフィフ向けということでね、幼い頃のことで言うと、小学校低学年の頃、私は何に憧れていたかというと、まあ、プロレスラーですね。なぜプロレスに憧れていたかというと、男の子というのはですね、やはり強いもの、大きいものへの憧れってありまして、そうですね、まあ、綺麗事なしに言うと、まあ、男の子の、まあ、特に幼い頃の子供の世界というのは、まあ、力がものを言ったり、まあ、体の大きさがものを言ったりすることがあると思うんですよね。久保さんは幼い頃から体が大きかったそうなんですけれども、おそらく子供の世界において、それは大きなアドバンテージになっていたんじゃないかと思います。私はどうかと言いますとね、小学校低学年の頃ってちょっとガリガリで、まあ、痩せていたんですよね。身長は普通だったんですけど、まあ、そういう非力な部分があったりするので、余計そういうね、強いものは何かというと、まあプロレスラーとか大きいもの、そういうものに憧れていたということがあります。まあ大人になってからね、大人になるにつれて、まあプロレスのねからくりもだんだん分かってくるんですけれども、その当時はね本当にまあガチでやってると思ってたんですけど、まあそんな感じなんですけど、あとギミックとかもね、プロレスの中にはいろいろ取り入れられていて、例えばザ・シークなんていうプロレスラーがいたんですけど、アラビアの怪人なんて意味を取っていて、なんかまあアラビアらしいそういう服装というか、そういうコスチュームで登場してやってるんですけど、大人になってから分かるとね、あれはギミックで、ただのアメリカ人、アメリカデトロイト州出身のアメリカ人の方が、まあそういうふうに扮していたというのが後でわかるんですけど、まあ子供の頃はね、そういうものだと思っていましたから、まあそんな感じでしたね。まあ久保さんにおいてもおそらく、空手ですとかボクシングとか、まあそういったものに、まあ、造形が深いと思うんですけど、それはやはり強さへの憧れというのがあって、まあ少年の心の中にはそういった強いものへの憧れっていうのがすごくあると思うんですよね。なので男の子というのはね、基本的にそういう格闘技とかが好きですよね。漫画とかも結構バトルものなんか、特に子供の頃はそういったものが好きだったりしますよね。まあそんな感じで憧れというと、まあプロレスラーだったかなという感じがするんですけど、格闘技の世界もね、だいぶまあ変わってきましたけども、その当時はね、知識がなかったですし、競技もまあ限られていたので、今見たく総合格闘技がないので、まあプロレス対ボクシングとかプロレス対空手みたいなことでやっていたりもしましたけど、まあ後々になってね、あれはガチだとかガチじゃないとかっていうのがだんだん紐が解けていくんですけど、まああくまで小学校の頃は、そんなところに憧れを持っていたかという、いたのかなというところですね。格闘技で言うとね、グレイシー柔術っていうのが流行って、まあホイス・グレイシーっていう方が93年頃に
まあ何でもありみたいな、今の総合格闘技の最初の大会で、まあほぼ無傷で優勝して、ちょっと話題になったんですけど、それから、このグレイシー柔術は何ぞやということが話題になって、まあ日本に来たりもして、まあ当時強いとされていたプロレスラーと戦ったりして、もうほとんどそのグレイシー柔術の方が勝っていたみたいなことがありましたね。途中で、プロレス出身のね、桜庭和志さんが、まあグレイシーの、ホイスグレイシーっていう人を破るんですけど、その兄でヒクソン・グレイシーっていて、その方はほぼ無敗だったという、みたいな話で、まあだんだん、総合格闘技が盛り上がってきて、だんだん出る選手も打撃だけじゃなくて、そのグレイシー柔術の寝技がすごいので、寝技を取り入れたりとか、まあ関節技を取り入れたりとかして、だんだんプライドとか、そういう一大ブームメント、格闘技のブームメントが、まあ盛り上がっていった時代に、まあ それはもう94年とかですよね。K1 とかもそうですよね。打撃系でしたけど。まあそれが今のね、ライジンとかにもだんだん繋がってくるみたいな感じで、まあ、その原点は何があるかというと、やはりプロレスというのが根付いてるかなと思います。私が、そうですね、小学校の頃は、ゴールデンタイムでもプロレスがやっていて、地上波で普通に3団体ぐらい、アントニオ猪木さん主催の新日本プロレス、ジャイアント馬場さん主催の全日本プロレス、あと国際プロレスっていうのがあって、それはラッシャー木村さんという方が、まあ、エースのレスラーだったんですけど、国際プロレスはいまいち人気がなくて潰れてしまって、まあ途中で新日本プロレスと対抗戦みたいなことで、まあラッシャー木村率いる国際軍団がやってくるみたいな、そんな、話がありましたね。でですね、まあプロレスというとやはり今ではね、まあ小的な部分、まあエンタメに振り切ってる部分なんかもあって、それがこのね、私のノック仮面もそうですけど、そこから来ていたりもしますし、女性アイドルの、何でしたっけ、桃色クローバー Z なんかも演出で、プロレスの演出をかなり取り入れたりとか、あと女性アイドルグループからその女子プロレスに行くような方も現れたりして、なかなかそこはそこで賑やかで、まあ、ガチ路線とその、ショーアップしたような、まあ、エンタメ路線。まあ、それはそれで、一周回って、まあ、どっちも楽しいかな、みたいな感じですかね。まあ、そういう感じで、なんだかんだ言って、そのプロレスというのはね、私の親世代にも浸透していて、先ほど言ったような、ジャイアント・ボマさんとか、アントニオ猪木さんなんて方は、プロレスとか格闘技とかこういったものに興味がない方でも名前ぐらいは知れているということなんですよね。まあ、当時はまあ地上波でやっていたというのもありますからね。なかなかのいい時間帯でもやっていたので、まあ知名度はその当時のプロレスラーはかなりあったかなということですね。まあ今思うとね、かなりあの動きはガチにしては怪しいぞというのがわかるんですけど、当時は小学生でしたから、そんなことで、まあ、プロレスラーというのにかなり憧れを持っていたりしたこともあったということでしたね。まあ、今はね、久保さんの方も、ライジンとかそういった方に興味を持って、まあ、YouTube とかでも、格闘家の YouTube なんかもかなり流行っていますよね。まあ、朝倉未来さんが中心となって、YouTube の方はね、盛り上げた格闘技 YouTuber みたいなジャンルだと思うんですけど、私も時々いろんな方がコラボしているのを見ますね。朝倉未来さんとその合気道の人がコラボとかね、ボクサーの方ともコラボしたり、なかなか楽しませていただいてるかなって感じで、まあ男の子の心の中には、ね、強くなりたいみたいな、そういう気持ちがあって、そういったものへの憧れ、が、まあ、こういった人気にもなってるんじゃないかなと思います。皆さんはどのような感じですかね。それではご視聴ありがとうございました。失礼いたします。